チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。カイのソニックコラボのリング集め。まあ、エストレはね、アイテム全部もらえるらしいんだけども、まあ、SS を取るためのルートっていうのがね、いくつか存在しまして、これがなかなかね、ルート探しマニアとしてはね、楽しい限りでございます。というわけで、一個面白い、川ルートやってみよう。これ結構ね、時間でもそんな余裕ないかな。すげえ、いっぱいやりすぎて、もうマカレンキンに回す素材がないよ。楽しくマカレンキン回そうと思ったら割と悪くないかもしれません。ここね、まっすぐ坂降りて左から、そしてここでかきり虫を取り忘れる。これね、多分ね、坂道とかでダッシュが効かない分右のルートよりも遅くなっちゃうんだけども、まあね、なかなかね、あれですよ、楽しいルートになっていますんでね。これよ、このスピーディー感よ、このスピーディー感、これゲットしていく、はい、ゲットしていく。そしてここで少し取っていく、ここで取っていく枚数が結構後々重要になってくる。そしてこの細道ルート、いいね、この裏ルートを通りたいというね、この忍び心、大人の少年の忍び心。そしてここ取っていく。ここね、ルートが狭いから割と道が分かりやすいっていうのが結構大きい点ですね。そしてここ、これよ、かっこいい、よっしゃー、そしてもう一回よっしゃーってなったら、ここでもう一回ガルクに乗ります。そして右に曲がってそのまま下っていく。まあ、道さえ分かればそんなに迷うこともないんでね、楽かなと思います。ここで数枚取り忘れて、そしてこの真ん中を取って、そしてここで数枚取ろうと思って数枚取り忘れて、そしてここの10枚をゲットした後に取れずに、こっちのちょっとジャンプしてガルク、ここです、ここに来て、してもうここでね、ちょっと残り20秒ぐらいになっているからね、多分ね、右のルートよりね、余裕がない。右のルートがやっぱね、安全ですね。結局、ゴール地点にどれぐらいで着くかって話なんで、おい、これ SS 取れねえんじゃねえの？途中でリングを取り忘れたのが、裏目に出てしまった。急げ、頑張れ、俺は双剣、つか、というわけで、次はね、ちゃんとした、楽なルートをお伝えしようと思います。めっちゃやったよこれ、楽しくて。なんだろうね、なんかこういうのを極めるタイムアタックはね、きっと好きなんだな。モンスターと戦うときは別にタイムアタック気にしないんだけど、そういうもんなんですかね、人間はね。ほら、残り1秒だから私顔真っ赤ですよ。これ何がいいって、この元気ドリンクと、あれ、あ、今回もらえてねえじゃん。絶対もらえない、競争薬確定じゃないんだ。競争薬もらえんのよね。あとこれはモンスターと戦わずにハンターランクとかを上げられるっていう点では、まあ前にもあったけどね、いいクエストなんじゃないですか、面白いクエストなんじゃないですか。さあ、簡単な方もお伝えしていこう。まだ重大事変やってませんからね。まあこれはあれだな、やっぱり初心者向けのライズらしさが出ているところかなと思います。っていうのも、まあ、一番狙うであろうルートが、最速、まあ、最速というか一番ね、楽になってるんですよ。ここ、さっきと同じように降りて、で、ここまっすぐ行く。まあ、大体みんなこれで行くよね。最初ね。これで行くと思います。まあ、少なくとも S はこれで絶対取れるかなっていうところですね。もうここがね、ここの、なんつうの、リングレンルートがね、ここがね、もう最高効率なんですよ。最高効率。ちょうど、このガルクダッシュも取りやすくて、非常にやりやすくなっている。ここがね、一番でかい。で、スパイスを加えたかったら、ここの上のリング、取っていきたいところ。ここちょっと忍びっぽさあるね。ほい。奥のリングでもいいんだけどね、全然ね。そしてもうこっちのルートに行ってしまいます。足りるかな。ここがね、もう結局ここにどれぐらいの速さでたどり着けるかっていう、かっこいいでしょ今の。そしてここのリングを取り、これ足りないのでは。あれ、もうちょっとリング取ってこなきゃダメか。俺は双剣使いだ。大丈夫、いける、40秒もあれば絶対いけるって。
35枚ぐらいあるだろ、ここに35枚ぐらいあるって。いけるよ、いける、全然いける、絶対いける、絶対いけるから、いける、いけるってば、いけるから、いけるか、あと何枚、あと15枚だ。そしよし、行くぞ、行くぞ、ラッシー、こっちだ、この下にあるリングに向かって大ジャンプ、大ジャンプ、うおー、どこだリングは、あったー、これで俺の SS ま、どこです、間に合う、ギリギリです。あー、危なかったー。というわけでね、こっちのルートはまあこんな感じでかなり余裕がございます。屋根のルート取るよりも屋根のルートの枚数少ないのかな。こっちにあるここにこの寺の間に10枚あって、奥に行くとねリング状のがあって、でまた左に曲がると10枚あるから、そっち取ってってもいいかもしれないな。まあとりあえずどんな形であれルート開発するのであれ、初心者向きは右ルートということになりました。おそうだ、ガルクの重ね着まだ作ってないから、ちょっと今リング何個あるか確認しに行こう。今日ずっとやってたよ。てってりてってってって、ソニックはね、あ、そう、後でちょっと修練場で見せよう。とりあえずお前さんじゃない。こっちだ。重ね着の生産、お供ガルク特殊、テイルズ、あー、作れますね。あー、お供リング49枚もありますね。どうしようね。これまあでも多分貝の素材だしな、あれ使えないもんな多分な、マカレンキンにはな。ちょっと待って、でね、修練場でこれお見せしたかった。これ前動画で言ったやつですね。あの音もアイルーの、ソニック重ね着、これこのまたたび山強化がめちゃくちゃ派手なんで、またたび山強化中の効果時間とかが非常に分かりやすいんではないかってことでね、やってみようか。行くぞ、ネズミ男来たー、めっちゃ派手めちゃくちゃ派手ですね。でやっぱり効果中は金色になってくれるみたいなんで、これまたたび玉強化の状態把握したい人にとってはかなりいいですね。別にメリットデメリット、あの見た目以外ではないので、ぜひともこれを見ていただきたしというところでございます。いやーいいね。あーでもお供のアイルーのモーションはちゃんとソニックになってるわ。ちゃんと見てなかったな。これちょっと 見させてくれよ。見させてくれよ。あれなんだっけ、違う。ド忘れした。あれポーズ。あ、ちょ待ってよ。あれ、あ、そうか。あれ、あー、そうか。あの、この状態にしないと、あ、ちょっと無駄話が増えていますが、ポージング取れないんだな。最後にポーズ取らせて。てんてん、後ろ向いてんじゃないよ、こっち来い、こっち来い、ネズミ男、おどこ行くんだお前、こっちだよ、おい、ほら、ちょっと待って、ポーズ取らせて。待って、この辺でしょ、ちょっと、もう、ネズミ男、マジお前どこ行くんだよ。